どうやっってててそのコンセプトって見つめいいいけばいいんですかねお客さんが、えー、なんでそれを買うのかっていう,うホワイトちゃんと聞く、まあ、極論を言ったらそれがきちんと言語化できればものすごいいコンセプトになるんじゃないか面白いです、ね、価値って物単位だけではやっぱ今発生しない自分たちが作るものがどうはまっていくのか世の中から逆算して今の自分たちの立ち位置を捉える世の中と自社のものをこう編み上げていくっていう発想を誰もが学ぶべきだとす。うん コンセプトって尖がれば尖るほど届かない人もいるじゃないですか、その辺でどういうすかね、はい、全員のためなんじゃろうというふうに思ったりはするんですけど、その中のたった1人、オンリーワンというところを突き詰めて考えていって、その人にどう伝えるべきかというところがすごい大事ななのかなコンセプトって1人で突き詰めるんですか、えー、それともこれ対話しながら考えていくものなんですか。 まずは一人一人が考えるべきものだと思います<ー>ただそれだけだと一人ヨガになってしまうこともあるのでそれをぶつけ合うお互い用意してきたものをぶつけ合うと初めてみんなにもこう共感される<ー>一人にも深く刺さるまあそういうものが見つかってくるんですね。はい皆さんこんにちはピボットの竹下ですトップランナーを招いて今注目すべき最新の取り組みをインタビューで掘り下げる番組アンドクエスチョンズ始まります 今回はですねテーマがビジネスパーソンのための PR 思考コンセプトを研ぎ澄ませのテーマに PR タイムスの提供でお送りしますこの PR 思考とコンセプトってすごくビジネスパーソンにとって必要な思考法なんですけど両方の専門家を今回お招きしてまあ PR 思考とコンセプト作りまあ、追体験できるというか頭の中覗いていくようなインタビューをしていきたいと思いますのでぜひ楽しみにしておいてくださいそれではクエスチョンズスタートです はい、えー、本日のゲストをご紹介します。PR Times、PR HR 本部、PR IR チーム、PR リードの杉本修さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。肌がけに PR 入りすぎじゃないですか。はい、四つ入っております。PR タイム e s 四、はい、つですね。もう PR を背負ってこだ <laughs> って,てだ T シャツまで PR Times でこだわっていただきまし杉本さんで元々テレビ制作スタッフで情報バラエティ番組やってたんですね。はい、やってました。生放送で毎週のように。じゃ今日の番組も楽勝というか。 出ることはしてないので、<laughs> あそか、はい、そうですよね。<laughs> 出る側に興味なって、ね <laughs> はい、あっち側にいたんで普段、はい、はい、緊張しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてお二人目、えー、本当に私今日楽しみになったんですが、えー、TBWA バックーチーフクリエイティブオフィサーでコンセプトの教科書の著者でいらっしゃいます、細田隆宏さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、この本私すごいあのちゃんと Kindle に入れてるんですけど、 めちゃくうコンセプトの教科書何ていうんですかねユニクロさんとかエアーアンドビーとかあと豆腐屋さんとかいろんな会社のコンセプトの煮詰め方が書いてあってこれ読むと誰もがなんかセンスに頼らないでバシッとコンセプト作れるようになっちゃいますよね。 すすごい,い,い本ですよ、ね、もうそれがあの狙い通りだったので、はい、あの本当に言っていただいて嬉しいんですけども、まあ、私自身そのなんかセンスがあるなと自分のことを思ったことがなかったで、ね、そうなんですよね、はいまあ、だからこそいろんなこう失敗とちょっとした成功体験を繰り返してその中であの本当にこれは役に立つなずっとこれはあの体系化しておきたいなと思うのこう様子をこう束ねてる。 あのそれがこの本なので自分の中で手応えがあるものだけ残っている皆さんにこれがお役立てしてもらえればなと思って書いた本。いやこれみんな手元に置いといた方がいいですよ。なんか辞書みたいに読めるというか、えー、私も置いといてなんか煮詰まった時に見たりしてますけどね。あ,ありがとうございます。はい、あの本当に教科書のようにあの使ってもらえればなと思ってますんで。なるほど。ということで今日はですねいろんなことを聞きたいんですが四つキーワードがあります。こちらですね。PR と広告の違い。 コンセプトメイキングまさにここは本当細田さんの専門領域 PR 会社の広告制作そしてビジネスパーソンが持つべき PR 思考ということでまあ PR というのは実は広報の方とか広告の方だけじゃなくてまあ全ビジネスパーソンが持つべき思考なんじゃないかと私は思っているのでその辺も深掘りしていきたいと思いますまず一つ目のキーワード PR と広告の違いですがまあ本当お二人ともそれぞれ PR とか広告の分野お仕事されているんですが改めてちょっとごちゃっとなっているところもあるので どのように考えているのか杉本さんから聞いてもいいですか。候補 PR をやってる人からの視点で、な広告と PR の違いっていろんなところで語られると思うんですけど、まあその時に一番言われるのはやってペイドかペイドじゃないか、うん。よく聞くテーるですよね。出てくると思います。広告はお金を払ってその場所に掲載してもらうからこそ。 ある程度自分たちの言いたいことが言えますよねって言われ一方で PR はメディアに取り上げてもらうからお金がかからないけどまあえとコントロールは効かないよねみたいなことが一般的に言われたりするのかなとは思っていますただなんかもっと深いところで共通している部分もあるんじゃないかなとは思っていて広告と PR で分けるっていうんじゃなくて広告をする時にもちょっとこの後も。 話すすと思うんで PR っていう考え方っていうのをすごい持ってほしいなっていうのを僕らはずっと思ったりしていますしなるほど自分たちでもそうしているつもりではいそうか定義上は分けてますが実は組み合わせたりとか共通してるとこあるっていうとこですかね細田さんどうですかそうですね今おっしゃっていただいた程度かそうじゃないかっていう違いって、はいまあ、作り手からすると、まあ、何を作るのか 違いでで分かれてくるんですけど、まあ、当然広告を作るっていう場合は、はい、まあ例えばグラフィックだったりフィルムだったり、まあ、体験にしても何かしらコンテンツこれをあのお客様にこれをオーディエンスに届けますっていうコンテンツそのものを作るんですよね一方でじゃあ PR をするっていう時に何を考えてるかっていうと何かその具体的に届けるそのパッケージそのものというよりかはコンテキストを作ってるだからコンテンツかコンテキストかっていうのがあの大きく分かれるかなと。 やっぱり広告を作る時っていうのはもの自体から発想して広げていくんですけどあの、ね、皆さんや,らやれるのってどうしてるかっていうとやっぱりパブリック・リレーションズなので、はい、公共としてみんなのこの世の中の どういう部分とその伝えたいことがつながるんだろうってその最初の入り口もだいぶ違うのかなというふうに思いますね、うん。細田さん、カンヌってこの前行かれましたか。はい、どうですか。最近のカンヌのアワードとか見てると、えー、この広告もやっぱりパブリッククリエーションとか社会的とかすごくこの数年増えてきてる気がするんですけど、はいえー、その辺の流れってどう見てますか。いや本当にあの、うん、そうですよね。やっぱりこの物単体だったりとか商材単体で相手に伝わることっていうのはやっぱりこう少なくなってきて、うん、どれだけその世の中ごとできるか、はい、あるいは。 自分事とかしてもらえるかっていうことがすごく大事になってきている。なので、まあかつては広告の部門と PR の部門って明確に分かれてたんですけど、うん、最近その差があまり分からなくなって,きていて、うん、はい、っていう特徴はあるかなと思いますよね。そうですよ。なんか分ける意味がなくなってくるのかなと思ったりするんですけど、ど,どうなんですかね、今後。最終的にはこれって総合芸術になっていくというか、<ー>面白いはい、うん、組み合わせていくことになっていくと思いますし、私あの出場は広告会社で、もともと PR の方っていうのは仕事の後半で。 他のの会社の方とと一緒にこう関わることが多かった、ね、最後の方に出てくる人みたいな。こんなのできまして、はい、あ、じめましてってやることが多かったんですけど<ー> <laughs> 今は私たちのクリエイティブチームでも最も忙しいチームの一つが PR チームでなるほど最初から一緒にこうやることがあるので、うん、多分そのコピーライターとアートディレクターって言葉と絵であの専門が違うじゃないですかそれと同じようにその世の中発想を持ってる文脈を作る力を持ってるそういう人たちが最初からこう一緒になってることと。 いうのはあのとても増えてきたんじゃないかなと思います、ねはい、杉本さんどうですか。昔ははいじゃ商品できました PR しといてね、うん、っていうのがまあ最後の方への工程だったと思います。今は Day1 からもしかしたら商品作りのところから入ってったりしますよね。そうですね、うん。PR の中に好調 世の中のいろんな話を聞いて、それをじゃあどうビジネスに持ってくるかっていうのが大事みたいなことも言われたりすると思うんですけど、まあそういう意味では世の中のことに一番ウォッチしてなきゃいけない PR の人たちだからこそ、その世の中のためにものを作る人たちと一緒にチームとして動いていくっていうのはすごい大事だしありがたいことだなっていうふうに思います。あ面白い、本当 PR と広告の境目がまあなくなっているとき、じゃあどうしたらいいのかっていうのをちょっと次のテーマで深掘りしたいんですが、キーワードに。 コンセプトメイキングって、まあ、いよいよこの細田さんの本の話にもかかってくると思うんですが本当に今細田さんおっしゃったように、まあ、広告というのはコンテンツで、まあ、PR はコンテキストを作るなんですけどコンセプトというのはどういうふういいいふに考えたらいいんですかね。コンセプトで、まあ、特にその PR に関わるところで、はいはい、とても大事なところでいくと、うん、まあ顧客視点と,、はい、えっとホワイト、うん、なぜかとい,、はい、というところが大事になってくるかなと。 いいうふうふに思っていて、はい、アピール、って言葉と PR、僕なんか時々、これ、うん、この人、ふっとすると、PR とアピールを間違えてるんじゃないかなって思うことがあるんですよ<ー>やっぱり自己アピールと PR って本来違うんですよね。入り口が全然違う、先ほど申し上げたように、PR っていうのは世の中から逆算して考える。はい 視点がとても大事ですしアピールはこう自分のことを見て見て見てとこういうことなんですちょっとどっちかというとひとりよがりというかそうりよがりなんですよ。ど、うん、まさにコンセプトも何を考えなければいけないかというと価値を作る言葉なので,、はい、で価値は誰がつあの見つけてくれるのかといったらお客様、はい、なので、うん、お客様の視点から自分たちのものを見つめ直すっていう作業がとても大事なんですよね、うん、これはおそらく PR にもつながることかなというふうに思います。どうやっってててそのコンセプト煮詰めいいいけばいいんですかね お客なんが何でそれを買うのかっていう,うホワイをちゃんと聞くっていうことだと思うんですよね、はいうん、ともするとコンセプトって説明してしまう、はい、これは何ですかって言ったらこれは陶器でできたマグカップですって答えてしまうんですよね、うんはい、でもそれ自体がお金を払う理由ではないかもしれないそもそも何でこれを私に意味があるんですかっていうことを、えー、とちゃんとこう答えなければいけない、はい、だからこそお客さんが何でそれを買うのかっていうことにまずちゃんと答える。 まあ、極論を言ったらそれがきちんと言語化できればおのずといいいコンセプトにななるんじゃないかないす面白いあの細田さんのこのコンセプトの教科書一番面白かった、まあ、全部面白いんですけど 1>,、えー、す1個あげるといったら「どうして考える」みたいなのがあって、はい、例えばコップだったら「うん、新しいコップを考えましょう」じゃなくて水を入れて飲むための新しいツールを考えましょうってなったら発想が全然変わるというかそもそもこういう形じゃなくていいんじゃないかとか。 す,ね、すごく逆転の発想になっていきますよね。まさに、それが、その、はい、まあ、名、本当に人は物を欲しがっているのか。その物が実現する行動を欲しがっているのか。 まあそのリフレーミングっていうんですけども、はい、まず世の中を見る枠組みから変えなければいけないまさにね新しいコップ考えましょうっていうともう全然ここにこうイラストがあるとか,がが、ね、とかちょっと広がらないとかあんまり発想が変わんないです、ね、そうなんですよ、ええ、だけどこれをじゃあ水を運ぶ新しい方法を考えようっていう問いかけをするだけであれスポンジとかも水を運べるなとかってこうなっていくんですよ、ね。 水水水ををを運運運ぶと、そもそももも最初にその水を運びにび行く時はものすごい軽い軽状態で水を運べるとか、うん、まあ全然違う手段が出てくるんですよね、うん、なのでそうやって動詞から名詞にするとかあの先ほどみたいなこの自分の利己的なことじゃなくて利他的にこうしてみるとかこうやって視点をこうどんどん切り替えることによって全く新しい発想を手にするということができるんじゃないかなとおもしいですね、杉本さんどうですか、フレーズリリースを書くときもやっぱり良いリリースというのはコンセプトはしっかりしてるものなんですかね。 そ,こでてそのコンセプトって今まで考えたことが正直なかったんですよね。たか、誰のためにだったりとか、ホワイトだったりとかっていうのはもともとプレスリリースもすごい大事にしていて特に最近、プレスリリースを僕らは担当者が要は当事者自身が書いた方がいいよねって考えているんです。 間違ってるるのかも気づけると思うし、うん、あこのプロジェクトそもそも何のためにやってるんだっけってところもプレスレスに出てきたりするんですだから書いた方がいいって言ってるんですけどその指針の中で特にそのおっしゃっていたパブリックリレーションズなのでじゃあ全員のためなんじゃっていうふうに思ったりはするんですけどなんかいざメッセージ誰かに伝えようって考えた時は本当その中のたった一人。 オンリーワンっていうところを突き詰めて考えていってその人にどう伝えるべきかっていうところがすごい大事なのかなっていうふうに思ってるので本当細田さんのこの本を読んだ時にあこれ PR プレセリース書くときに使えるじゃんって思いましたああそ,うそうなんですよ。細田さんの本であとちょっと残酷なことっていうかある意味人を排除しなきゃいけないことも書いてある気がするんですよね、はい、メッセージとして今おっしゃったように全員に伝わるならいいんですけどコンセプトって尖れば尖るほど届かない人もいるじゃないですかその辺でどういうふうに考えたらいいんですかね、はい まあでもあの、はい、それはある種割り切れなきゃいけないと思っていて、まあ、本の中でも八方美人にコンセプトは書けないということを言ったんですよね。でコンセプトって、まあ、お客さんに意味をもたらす、うん、でその人にとって意味があるっていうことをちゃんと突き詰めていくとその他の人に意味がないものだったりするわけですよね。っていうのも例えばじゃ、えー、幸せな生活とか、はい、豊かな社会っていうのは誰も否定しないけどみんなにとってそ<う>そう否定はしないけど強烈に自分にとって意味があると思うことって。 ないじゃないですか。でもそこに例えばですけど、世界中を居場所にしようと思うんだと、あなたは世界どこ行っても受け入れられるんだ、えー、そういうこう会社ってどう思うって聞いたら、人によっては興味ないかもしれないけども、やっぱりすごくその旅が好きな人とかはそれを求めてたんだっていう風に強烈に響く人がいるかもしれない。はあなうん、ま今のはあの Airbnb のあの創業時のコンセプトなんですよ。あはい、であのホテルってまあ、世界中いろんなホテルがあって素晴らしい体験だけれども、時に どここ行ってもも同じじじに感じることもあるとあゃないですか、うん、でもエアビービーっていうのは単に家をあの空いてる部屋を貸し借りするだけじゃなくてそのコミュニティに入ることができるあたかもそこに住んでるかのように、まあ、暮らしてるかのように体験することができる、うん、どの国に行ってもそのコミュニティに参加していると思えるそれって素晴らしいことじゃないそのためにエアビービーを始めたんだみたいなことを言うわけですよねそれがあの先ほど言ってた何のためにこれがあるのかを伝えるってことにもつながってくるのかなと。 杉本さん、やっぱり今、PR パーソンってそういう思考をみんなしてるんですかそれとまだまだ始まったばっかりの概念というか,どうですか、そうですね、うん、なんか感覚的にやってる人は多いと思う一方で、なんか PR って大事だよねっていうところには、もう一歩なりきれてないところはあるかもなって思いますうんやっぱアピールがまだまだ強いというか、なんか宣伝になるじゃんとか、とマスコミに取り上げられるじゃんみたいなのが、まだ多い気がしますけど、ね、こっちは受ける側でそう思うことは結構ありますあその最終的なメリット、うんはい、メディアに取り上げられたからバズって。 いいっぱいお客さん来るよねみたいなところが目、ねうん、行きがちではあると思うんですけどもっとなんか根底でなんかこれが世の中のためにどうなるんだっけとかっていうのを突き詰めて考えていくことの方がむしろ優先して考えてほしいなって思ったりします、うん、なんかその意味でも担当者が自分であのリリースを考えるってやっぱりすごく大事だなと思っていてやっぱり担当者じゃないとそもそもこれな何がしたかったのかってことって、はい、書けないんじゃないかなと思うんですよね。 であの最近あの世の中で受け入れられないものって結構あって例えば再開発だとか、うんはい、なんかとんでもなく大きな建造物を作るです、ね、箱物とかで箱物を作るとか、はい、まあそれだけを見てしまうと、うん、いい悪いって好き嫌いになっちゃうと思うんですよね、はい、だけどそもそも何のためにこれをやろうとしているのかその先にどんなビジョンがあるのかこのなぜが見えてくるそれが見えるだけでもだいぶ変わってくると思うんですよ。私たちはいいいきなり建物を見ていいね これはもう数千億円だねってそう思えるわけがなかなかないんですよ。プロフェッショナルじゃなかったらその価値判断できない、はい、けども思いがあってその先が見えてきたら理解できることも まあ100%とは言いませんけどまだ理解できるっていう人が増えてくるんじゃないかなでその努力がいろんなところでまだ足りてないんじゃないかなってそうですよね,すね杉本さんどうですかみんな今プレスリースをずっと見てると思うんですけどまだ思いっていう日本人だってっ苦手なところなんですか、ね、あ苦手とかあるのかもしれないですよね、うん、正直。うん、裏で隠れてやってる方がかっこいいみたいな感覚ってどっかに多分まだあるのかもしれないですけど、うん、でもその担当者がこんな思いでやったんですよって伝えるからこそ動く人って絶対いるし。はい その一時情報生の声ってめちゃくちゃ大事だと思うんですよね。うん、広報 PR 担当の人が言葉をうまくまとめることはできる一方で、その最後人の心を動かし得る生の声っていうのはなるべく当人から出てくるっていう未来が望ましいなと。うん、<laughs> なるほど。うん、次もさんなんか細田さんに聞きたいことがありました。そうですね。はい、もうめちゃくちゃいっぱいある。ある。あるじゃん。<laughs> すごいメモしてます,、ねはい、すけど、はい、まあ今も。 コンセプトといえば細田さん、僕になってるんですけど、はい、そ,すそのコンセプトっていうものに行き着いたのって何かきっかけがあったりしたんですかもともと私、そのコピーライターとして社会人のキャリアを始めたんですけどもともとは,い、はそのコピーライターっていう職人に憧れてなったわけじゃなかったんですか 世ののの中根幹の部分を考える仕事すすごいいしたたと思ったんですよねずっとそのモチベーションがあったんですけど、はい、でもそのコピーライティングでともするといろんなことが決まって、えー、一番最後にこれを伝えてくださいっていうふうに言われる、まあ、アンカーみたいな仕事だで、それはそれですごくプライドを持っているあのことなんですけどだけどひょっとしたらこれ逆転してもっと真ん中から何かを作るってこともできるんじゃないかな。うん、であのちょうど 12年ほど前に TBWA シャイアットデイっていうそのロサンゼルスの広告会社に行った時にまあ日本ではあのコピーライターっていうのはあのコミュニケーションのアンカーって言われることもあるんだって言ったらその上司が「え第一走者なんじゃないの?」とへ<ー>世の中の人は最初に言葉から物事を作るんですよ。 何売ってるんだ <laughs> っていうぐらいのテーマに言われたんですよ。<laughs> はい、で、その時にちょっとだけこう思考があって、こうまあ視界が開けたところがあって、ひょっとすると言葉は最後ももちろんあの責任あるあの仕事をするんだけど、言葉によって何かが生まれることってやっぱりあるなって思ったんですね。で、それは何かって言ったら、まあコンセプトだったり、まあビジョンとかですね。まあ、そういう言葉なのかなというふうに思って、まあ、その部分をすごくあの専門的にや,やりたいなっていうふうに思った。 コンセプトが PR にすごい生きる大事だなって感じたのもプレスリリースを1つとってみてもそのタイトルは特に大事だよなっていう時やっぱそのコンセプトで生まれてきた言葉って多分そのまま使えるし、うん、人を納得させうるものだと思うしと、うん、いうところもあったりとかコンセプトっていうのがなんか一つのぶれない軸になってくるんじゃないかなと思っていて。例えば なんかいろんな自分の気持ちを伝えようと思った時にもなんかこっちではこんなこと言ってるけどこっちではこんなこと言ってるよねってなったら多分人ってなかなかついてきづらいと思うんですけど生の声を出すからこそその根底にある何か大事なものっていうのはこうやってコンセプトで決まってくるんじゃないかなっていうふうに思ったので、まあ、そういう意味で最初にコンセプトを考えるってリアルの中でも大事だなといいうふううふに感じまましたありがとうございますあのやっぱりコンセプトを考えるっていうのは、まあ、言葉を考えるっていう側面はもちろんあるんですけど。うんうん そのお客さんんのことをやっぱ徹底的に考えるんですよね、うん、どういったら、まあ、これは世の中の人にとって価値あるニュースだと思ってもらえるのかってやっぱ徹底的にこう考えるそれはその具体的にどの部分をプレスリースの中で紹介してっていうことやっぱ一個手前なんですよ、はい、だけどそれが一個決まるだけでこれを言うんだったらまず最初に目に飛び込んでくるべき。 単語はこれだよねとか、うん、まあ、これは補足的でいいよねってことがやっぱ決まってきますし。あとはやっぱり PR って単発じゃないはずですよね。うんはい、企業さんにとって、こう何回もこう出していくときに。うん、なんか前回出てるプレスリリースと今回真逆のこと言ってないかってことって、やっぱ時々。あるんですよ。<laughs> <ー>その都度その都度ニュース最適していくと、毎回こう。あの違うふなことになってしまうんですけど。まあ、全体として、企業としてのコンセプトを持っておく。 PR のためのコンセプトを持っとくだけであの全然違う角度なんだけど一貫してこう積み上がっていくっていうんですかね PR こうニュース発信によってブランドができていく、えー、ということを考えていくとやっぱ一貫して同じこう価値に、えー、ニュースを貯めていけるかどうかっていうのがすごく大事になってくるのかな,なかおっしゃるとおりその PR リリース PR を考える手前で。 コンセプトを持っておくっていうのはすごく重要になるんじゃないかなと思ってます小澤さんおっしゃったお客さんのことを聞くっていうのはまあちょっと反論したくて、ええ、あの本にも書いてありましたけど例えばじゃハンバーガーチェーンがありますと、はい、でお客さんに何が欲しいですかって言ったらいや健康的なサラダが欲しいですって言ってあなるほどお客さんそれ求めてるんだって,言ってサラダを作った瞬間に売れないみたいなことはあったりするじゃないですかお客さんが必ずしも正解じゃない時ってないですありますね、はい、まさに顧客のことを考えるっていうのは、はい、あのー 確かに顧客のおっっしゃってることをそん、はい、顧客がまだ言えてないけれども本当に欲しがってるものって何なのか世の中が、えっと、まだ言語化できていないけれどもみんなが気になってることって一体何なのかっていうことをこう考える、まあ、それがインサイトを考えることだったりとかにつながってくるんですけど。 あのそれはまさに重要なことなんじゃないかなというふうに、うん、そのポイントは確かに大事ですどうやったらいいんですか、うん、そのハンバーガーのお店が何欲しいですか、サラダ欲しいって言われたときに、どうやってそれを疑っていけばいいんですかね、<laughs> えっとそうですね、はい、でもあの、例えば多分お忙しくされてるじゃないですか、普段 <laughs> はい、であのパートナーの方に、<laughs> ええ、まあ仕事と私、仕事と自分、どっちが大事なんだ、はい、パーートナーです って言うじゃないですか。でもあの読んるんでちょっとね。はい。っていうのがあのまあすみません今大事にされてるとても家庭内コミュニケーションスマートなことだな速かったんですけど。ただあの多くの場合それは違うんだ。 って言われるでそれは何かっていうと別に言ってる本人も仕事と自分どっちが大事かって答えが聞きたいわけじゃないですよその答えは当然それは私であろうあってほしいよと思うんですけどそこに言えてない言葉が言言えてない葉あるはずなうで想像しないといけないですよね。それはとある恋愛コンサルタントの方がおっしゃるには私は寂しいよと。 うん、俺は寂しいんだっていう気持ちなんだと。はい、だから寂しいって言葉が言えなくてどっちが大事なのって聞いてる人にこっちだよっていうのは答えてるようで答えてない。<laughs> はい、でこの正解は寂しい思いをさせてごめんねと言って後ろからハグをすること。<laughs> あそう違い今即答は全然ダメですね。いやいやダメ、はい、あの半分ね、はい、僕も本当にそのことできないなと思ってるので、はい、あのそれが正解かわからないんですけど、はい、大事なのは口にしたことがまあまあ欲しがっていることではない。 っていうことなんですよね。うん、で、まあ歴代いろんなあのポップソングってあるじゃないですか。はい、<laughs> いろんなポップソングの歌詞を見ていくと、あの。 この気持ち言葉にできないみたいなのて、ね、ずっと歌い継がれてる多分あの皆さんも世代によって、はい、あの曲かなみたりあるんですん思でも本も当5年単位で必ず言葉にできないっていう歌詞がヒットになってますから僕たちは知ってるはずなんですよ言いたいことは言葉にできない。はい、だけどなぜかビジネスの文脈では、はい、あれアンケートでこれが欲しいって言っていますとかこれが人気って言っていますっていうのを見抜けて、はいはい、これがインサイトですって言っちゃうじゃないですか。 だ何か言うときって実はそれ言えてない裏側の気持ちがあるんだということを常に仮説を持っておくということですよね、うん、だからこれを出したら、はい、この裏側の人がいるかもしれない逆のことを思う方がいるかもしれないって仮説を持った上で、まあ、勇気を持ってリリースを出す、まあ、そうするとこの反応が出てきますよねでそこからまた学び取るっていうことをやっていくのかな、うん、まあなんであのついついこう PR って出して終わりって思ってしまいますけど、はい、ま出してからが 対なが、うん、であの PR と広告が融合した先の形で、まあ、よく海外の人と議論するのがこれ PR とか広告って分けるからあの変な誤解がおそう生まれるんじゃないかっていう意見があってでその人たちと話してたのはこれをカンバセーションデザインだっていうふうに捉えてみてはどう,うその会話をデザインするっていうふうに考えてみてはどうだろうかと。 まあ、想定すするんですよね、うん、なのでターゲットを想定してその人たちにこう漫画の吹き出しが出てるとして、はい、その人たちは何て語ってればいいんだろうあその商品を手に入れたお客さん生活者がなんて,て語ってればいいんだろうと例えば私たちもっと勇気を持つべきだなって思っているとかやっぱりあの俺たちもこれからスキンケアだなって50代の方が思っているっていうところから逆算するとその手前で何が話題になってればいいんだろうその人たちはどういうニュースを見てるんだろう どういうところで情報接触してるんだろうで何が行われてたらそういうパーセプションになるんだろうそんな会話をしたくなるんだろうっていうふうにこう考えていくでそれってあの対話の連続なんですよね一、うん、回何か試作をやって終わりではなくてずっと会話し続けて会話し続けてまさに会話をデザインする、うん、で最終的にそこにたどり着くように持っていくっていうことなので、はい、まあそれはあの広告でも必要な言いたいことをまず発信する、うん、でその上でその声を拾ってみる。 ニュースを出してみる、まあ、広告と PR の合わせ技でその会話っていうのをう作っていくっていうふうに考えるのかなと思いまよてあと好きなのがですね何かなんとかの民主化ってつけるといいなっていうのがあってあ<ー>例えばピボットだとビジネススキルを民主化とか言ったらなんかみんなあそうなんだって言えるので何、うん、とかの民主化ってつけると コンセプトを作りりやすいいってて本に書いてありましたよねただ単純に行き渡らせるってことではないんですよね。はいうん、やっぱり今まで一部の人しか、うん、あの体験できなかったことだったり、はい、特別だったものがみんながこう手に入るものにするってその高かったものが広がる。 なんかそれができるとその民主化っていうのはすごく意味を持ってくるってことかなと思います。何でもいけるじゃないですか。AI の民主化とかプレスリリースの民主化とか。そうですね。何だったらやってます。まさにこれ本からパクったんですかで本当にあれいいですよね。なんか全部つければパソコンを民主化だったら Windows になるし、すごい発想が。 そうですね、ただあのちょっと気をつけなければいけない、はい、やっぱりともすると簡単にこう全てに当てはまられ、はい、そうじゃないですか。そうですね、だけどやっぱり今までやっぱ難しかった規制が働いていたところに民主化をもたらすことにやっぱり意味があるので、はい、一部の PR 会社さんにお願いしなきゃできなかったことが、うん、もう担当者が自分でリリースを世界にばらまくことができる小さな企業でもその一人の声が世界に、うん オフィシャルなな声としてて出せるようになっていく、うん、だそれはその民主化って言えるんだと思うんですああでしう主角が逆転してるってことが言えるのかなというふうに思うんですけどただあのな何でもかんでもこうみんなに行き渡らせるってことではやっぱりないので今までその特権階級がやっていたことが。 このぐるっと引っかかる,るかこの革命が起きると初めて民主化っているコンセプトって一人で突き詰めるんですか、えー、それともここで対話しながら考えていくものなんですかえっとやっぱまずは一人一人が考えるべきものだと思います、ね、これだったら自分にとって意味があるとか、はい、これだったら本当に世の中に意味があると思ってもらえるんだっていうものをやっぱり突き詰めるのはやっぱり一人の作業絶対に必要だと思います、うん、ただそれだけだと一人ヨガになってしまうこともあるのでそれをぶつけ合う お互い用意しててきたものをぶつけようと初めてあのみんなにもこう共感される一<ー>人にも深く刺さる、うん、まあそういうものが見つかってくるのかなと思います、うん、いやありがとうございま,すまさに本当にコンセプトは何かという今作る過程を見せてもらった気分なんですけど、うん、でちょっと次のテーマに行きたくてキーワード 3PR 会社の広告施策ということで PR タイムズさんが広告施策をやってるということで面白いなと思ったんですけどこれまで議論したようにコンセプトが大事だったでしょうし PR と広告の 境目がすごくなくなってきてる例かなと思ったんですが、杉本さんちょっと紹介してもらってもいいですか。はい、今年2024年から PR TIMES が福岡ソフトバンクホークスのオフィシャルスポンサーに就任していただいたんですね。はい、でえっとまあその一つの取り組みの中で、うん、ネクストバッターズサークルわ、うん、か,かりますかね。はい、あの次のバッターが待っているところに、えー、えっと広告枠をいただいた形になるんですね。はい せっかくのこの場所をなんかただ PR タイムズの広告ロゴを載せて終わりっていうのはなんかもったいないなと思う。これ普通は企業さんがいろんな商品名とか載っけるところだったです。そうですそうです。なるほど。まあ僕らがやっぱりコミュニケーションを取りたい相手っていうのは地元でフォックスを好きな人、はい、だからまあオフィシャルスポンサーになってたりはするので、まあそういった人たちの声をなんかを募集して。 そのままそれを広告として載せるってできないかなって相談してみたらオークス側からもぜひっていう形でやらせていただけるようになった<ー>ただ広告枠を広告として出すんじゃなくて、まあ、プラスでじゃあそ誰にメッセージ届けたいんだっけ誰のためにやりたいんだっけどんな意味があるんだっけってところを考えて、まあ、一つ施策として上乗せさせていただいたっていうようなものです、ねうん、面白いこれも PR タイムズのまさに PR の民主化の体現みたいになってるってことですよね ありがとうございます、はい、そう言っていただけるといや、すごい、だ誰もが出せるって、なんか、そうですね、うん、なんか、声を出せば、それが自分の好きな人たち、これは選手ですよね、<手>届く機会にありますよと、なんか、発信することの大事さっていうのを、まあ、このファンの皆さんにも知っていただけるきっかけになればなっていうので結局ういう、いや、いいですね、やっぱり野球って声出すのは大事じゃないですか、スタジアムで応援するとか、<laughs> うん、SNS とか、太鼓たたいたりとか、うん、でもこれ、めちゃくちゃいいですね。うん、もう一番選手に届く、はい と思うんで。そうです。落石に立つのこと見るわけじゃない。見てほしいな。あ、すごいですね。細田さん、これどうですか。まあ、広告とおっしゃいましたけども、その広告メディアの外側、広告だけで完結していないですよね。お客さんの声がここに来て。で、これがその選手の最後のモチベーションになって、で、その。 それがこう選手のパフォーマンスを変えるかもしれないしでもちろんこの瞬間もメディアにこう抜かれていく結構立体的にすごくできていて、うん、あの広告とある意味こうもう PR がある意味ここで融合しているようなあの取り組みだなというふうに思ホ、ね、ークス、今年結構調子いいじゃないですかこれでなんかパワーもらっているとか打率が上がっているとかってか、ねはい、これでその例えば検証するじゃないですか、はい、こ,れをこの施策をする前と後で。うん 打率がどう変わったのか、はい、これがまたもう一回ニュースになる、継続的な会話になるかもしれませんし、はい、このまんまね、こう優勝とかしたら、ひょっとしたら、今までのこの言葉を並べて、それと今までの成績を並べて、その優勝とともにもう一回ニュースになるとかですね、何回も何回もこれ、使っていけるというか、まあ、継続的にここを一つのアセットにしていけるんじゃないかなという気がしますあるいはちょっと、うん、成績調べときます <laughs> <え><え>ぜひぜひ。たぶん、こすごい調子いいんで、たぶん、あると思うんですよね。ありますよね、と <laughs>、うん、すると。 これ誰が考えたんですかあ私があそうです <laughs> もっとアピールしてもいいのにそもそもこのネクストバッターサークルを広告学にできるってめちゃくちゃ面白いなね。思って、ね、それこそやり始める時は、まあ、もうとにかく社名を出そうっていうところを考えてはいたんですけど、うん、まあせっかく福岡っていう地で何かできるで PR タイムズはですねやっぱ地方でなかなか認知が取り切れてないっていう課題が あったりするので、もう一方地元のファンの皆さんとコミュニケーション取りたいなって地元のファンの皆さん何が嬉しいのかなって考えた時に、あれこの場所って結構スペースあるし使えないかなって思った時に、まあ、こういう募集っていうのをしてみようっていうのにたどり着いた。すごい、これは球場に行って思いついたんですか？そうですね、球場視察をさせてもらったんですけど、実際見てみた時に、あもう当然だけどあそこにネクストバットサークルで選手通るもんなっていうのを考えた時に、あの。 ファンの皆さんだったら一番近いんじゃないかみたいなところに届く、うん、こういうのできたらいいなというふうには思いました細田さんこ現場を見るってどのぐらい大事ですかコンセプトを作るときにさっきあ,のあえてコンテンツとコンテクストって分けましたけど、はい、やっぱりコンセプト文章って文章だけで決まらなくて文脈すごく大事なんですよね。うんはい、ここここのののののの会社のこのタイミングでこの言葉だったりこの場所の こういう雰囲気の中でこの言葉っという,ふうかけ算でコンセプトもキャッチコピーも決まっていくのでやっぱり体感としてその場を理解しているというのはすすすごく重要かななと思いいまるほどねね、はい、面白いで,す、ねはい、でここでちょっとキーワード4に行ってみたいんですがビジネスパーソンが持つべき PR 思考ということでまあ、なんとなくと今日話を聞いている限り PR の方とか広告の方以外にもこの思考法で使えるんじゃないかなと思ったんですけど杉本さん、いかがですかビジネスパーソンこれ全員が持った方がいいですかこの PR 思考っていうも はいはい、<laughs> なぜですか<の> PR 思考っていうものを私は受け手を想像しきることがそれが大事だと思ってるんですね。何か新しいことを始めるときにそれこそコンセプトに近しいと思うんですけどこれが何のためにあって世の中にどんな意味があってそれがどういう風に伝わったらいいのかっていうのをまそれを 考えるときに受け手を想像する PR 思考というのが大事かなとうう思っていて、まあ、そういう意味でなんか世の中にとって大事なものを作るときに1個持っておいてほしいなというのが、PR、思考、うん、なるほど細田さんいかかがですかそうですす、ね、そうね、ん、今の会話ともつながっていくかなと思うんですけど私からすると PR 発想というのは世の中の文脈から自分たちを捉え直すということだと思うんですよね。うんうん 多くくの企業はあのやっぱり物単位で発送していく、うん、この商品次はどうしよう、はい、このサービス次はどうしようで価値って物単位だけでではやっぱ今発生しない、はい、と思うんですよね例えば睡眠負債っていう現象があるから高機能な枕って売れるじゃないですか、うん、こっちだけでやっぱり完結しなくて、うん、こっちはその社会現象とか世の中の中で自分たちが作るものがどうハマっていくのか その世の中から逆算して今の自分たちの立ち位置を捉えるっていう発想自体はやっぱりどのビジネスパーソンも絶対持つべき、うん、あの発想だと思いますしそのいろんなものとこうつながった時に初めてその価値を持つ。 と思うんですよね。その編み上げる世の中と、自社のもの、こう編み上げていくっていう発想を。あの、本当に、あの、誰もが学ぶべきだと思います。うん、細田さん、どうやって読み、読みますか、変化というか、<え>文脈。全く、うん、僕、読めてるつもりは全くないんですけど、はい、ただ、やっぱり。絶対にずれってあると思うんですよ。うんうん、で、世の中の、というか、まあ、その時代の変化ってありますよね。はい、あの、例えば、カルチャーだったりとか、はい、もう。あの、地球の変化とか、気候変動とかっていうのは、もう避けられない。変化が、まず、最初に起きる。うん、そういうものが、先に起きたときに。 僕たちちの,のシステムってちょってょとだけこう後ろに取り残される、はあ、なか、うんはい、脱炭素っていうのがグッと進んだ時にあれ、えー、と自動車ってこれでいいんだっけ、うん、あれ自転車ってこれかどうなるんだろうってこう取り残されるこのギャップをどう見極めるかってそこが見つかるとあれこんなに世の中変わってるのにこの部分は全然変わってないよねそこがすごいオプチュニティチャンスに なっていくのかかななといいいいうにいいや面白いですねなんかいろんなことを今日聞きたいんですけどどうですか例えば AI とか出てきてなんかお仕事変わったりしますかいやあのものすごく変わってますね対話相手には間違いなくこうなっていて、うん、あの一緒にコンセプトを考える、うん、一緒にコンセプト考えるんですか手伝ってもらってますただやっぱりできないこともたくさんあって、はい、やっぱり一つは問いを考えるってことは圧倒的にできないので、はい、何がしたいですかって聞いてもあの私は AI ですので。 あなたの意思を教えてくださいって答えてくるっていうのは一個とあとやっぱりバイアスがすごいまだあるなとうそうですね例えばあのサッカー日本代表は過去20年ワールドカップで優勝しましたかみたいなすごいシンプルな質問で、うん、まあこれあの人間でももちろん騙されるんですけど答えは優勝してるんですよね<ー>あのナデシコで優勝しますかなるほど <laughs> サッカー日本代表って言ったら僕たち無意識にこの 男性のチームを思い浮かべちゃう分私のジェンダーバイアスだったんですね多分今男性を思い浮かべちゃったんですけどそうですよねパッと浮かべた時にそれって本当と AI とかそういうのが完璧にしていてほしいじゃないですかでもそれはやっぱりまだまだ苦手なんですよね私たちのバイアスがまんま反映されてるのでもっとアップデート自分たちの思考していったらそれこそ AI その分は取り残されていくじゃないかなと PR ってまさにパーセプションを変える思考パターンを変えるってことが一番の醍醐味 その部分というのとすると AI に大体されづらいといかところなのかなと、ねうんうん、杉本さん、どうですかやっぱりそうですかね、うん、もう今言っていただいたなって正直思、うん、ったところで,でも、PR でいくと、まあ、それこそプレスリリースを今、AI で書いてますよという人もすごい増えてきたと思いますし、はい、それ自体がいけないことではないとは思うんですよね、ええ、情報をまとめるのは絶対得意ですしただ一方であの最終的な間違っているかどうかの確認は必要だと思うし先ほども言ったようにやっぱり。 相手の気持ちを動かすために担当者が書いた方がいいって言ってるので、はい、なんだったら AI っていうよりはまあできれば人が書いて確かに <laughs> 人が担当者ですねがいいかなっていうのは思ったりはしますね生の声だから動かせるものっていうのはすごいまあしばらくはやっぱ大事になってくるんじゃないかなわかりましたありがとうございます本当に今日はあの PR 思考っていうテーマだったんですけどなんか細田さんのなんか思考法も学べましたし、うん、あと PR の方って PR の方が得意というかそっちを優先してんのかなと両方使ってるというのが今日面白いなと思いました はいということで本日はビジネスパーソンのための PR 思考コンセプトを研ぎ澄ませのテーマに PR タイムズの杉本さんと t b w a 発行堂の細田さんとお話をディスカッションしましたどうもありがとうございましたありがとうございました